相手で疲れねえよな。実際とつるのは俺だけだというのに。ああ、とサポートをジャックが話してくれようとしたの。プレミアムミッドナイト。プレミアムミッドナイトさん。英語やめたよ。ゴルニカ。うん。すごい。素晴らしい。すごい夜だねってこと？特別な深夜、特別な夜、特別な夜、まあ金曜の夜ですから、すごい深夜。今ですね。そうね、今ぐらいのイメージですね。え、なんかこれあれですか？口説き文句のなんか一部じゃないですよね。まあでもなんかそういうこと言いますかな。今日はより一層プレミアムミッドナイトだねみたいな。より一層プレミアムミッドナイト。いすいません、これ著作権なかったら今度どっかで使ってもいいですか？より一層プレミアムミッドナイト。伝わらないんだよけど、それ伝わってない。何がより一層なのか。今夜は君と僕のプレミアムミッドナイト。どういうこと？あ、なんか、あ、そうですか。出せ。おー、割ってる。ああ、惜しいな。カウンターめっちゃ割ってる。ここにいるのは既婚者ばっかだからな。花輪くんが使いそうじゃない？あの、ワンチャンね。あ、ワンチャン使いそう。そう、ヘイベイビーだ。ちょっとこれから懐かしいな。プレミアムミッドナイトさん。正しい使い方だ。いそうだわ。いそうだわ。いそうだわ。それいそうだわ。本当にそうだ。使おうかな。今日行きます。あ、いった。おお。すごい。さすが。すいません。そのセリフ言った後のその今の格好をできれば動画でアップしておいてもらっていいですか。アップれません。アップれました。ちょっと今日聞いてほしい話があるから。はい。うん。今日会社で、うん。はい。ドライカレーの話になったんですね。はい。ドライカレー。はあ。ドライカレーを作ったことないの？うん。はいはい。野菜を切って、入れていればいいんだよ。え、知らないの？はい、壁抜き？どういうこと？だから、あ、だから私、あ、わかりました。はい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 。なんか、ま、間違いとも言えないような気もするな。そう、まあそう、やってることは近いですね。うん、コパみじん、そうですね。みじん切りっていう、そう。まあ、わかんないわけないよね。なんか、みじん、普通のみじん切りよりも一生懸命やってる感じする。詰めた方がいいんじゃない？プレミアム。ちょっと詰めた方がいいですね、これ。これ、そう、詰めた方がいい、これ。プレミアムミッドナイトが。そうですね、これ詰めるとやばいです。ナイスサージ。どうナイスサージ。ごめん。ナイサ定番のポイントにいるわ、マエストロ。サージ炊けるならすぐ炊いて。うん。ナイスサージ。あとワン、ラストワン、あとワン。あ、ここだ。もうダメ。全然当たらん。全然当たらん。全然当たらん。素晴らしい。これはサージのせいですね。サージでブレがなくなったから。そう思いたい。青島さん、敵コッパみじんにしたじゃないですか。そう。ああ、そうか。私、あれですよ、あの、モドキャスのタイトル、プレミアムミッドナイトですよ。いいですね。いいです。それ、ちょっとサムネもそれっぽいやつにしといたら、よりいいです。なんか、ワイン片手に持ったような、夜景見てて。はい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 。いいですね。この人もこんなにいじられてると思ってないのかな。花輪くんに戻すってね、ちゃんと。いえ、プレミアムミッドナイト。いや、でもなんか、普通にそのサムネ見たら、なんかちょっと大人の、なんか、あれかなと思って、クリックする人は絶対いると思う。いや、でも、花輪くんだからな。いや、俺でも、そんなタイトルあったら、俺、なんだろう、下心とかなしに、普通に入っちゃう気がする。一回覗く、とりあえず。何の人っていう？何の人っていう？
今度その動画のアナリティクス教えてください。あのどんな人動画、そう年代と性別と、そう性別が、ただあのその仕掛けがバレた瞬間に多分退出するんで、インプレッションのその維持率のところがめっちゃ低いな。仕掛けてますね。仕掛けてますかね。はい、確認なんですけど、それは下ネタではないんですよね。下ネタじゃない、下ネタではないですよ。どっちかっていうと教養番組に近いと思います。今回の目的は下ネタ、大丈夫ですね。誰が下歩いてるか、気のせい。おっと、現地は上ですね。同じですよ。一応つけてきますね。メンヘラちゃんなんで、あの、かけてほしい。メンヘラちゃんだった。上、トッケビ誰？あ、メンヘラ、メンヘラ上来て、上来て。落としてもらって。割れないよ。落としてもらって。割る。割れないんだ。落としてそのまま撃てば割れるって。そう。スナイパーで。そう。スナイパーで撃て割れますよ。下手くそ。仕様が変わってますね。え、どういうこと？ガンガン撃て。その、メインで。了解です。ウイさん、そういうの使うんだ。使ってみたよー。待って、文字いる。的な。ディフューザーを取り戻せ。おっと。誰も指紋してくれなかった。おう。カット。ナイス。やられかけた。待ってた。ナイスカット。お願いします。携帯鳴らせ、携帯鳴らせ。そこ危ない、そこ危ない。うわー、やられたか。ごめんなさい。どっち行こうかな。いや、これ、折り図で。すげえ折り図で。ごめん、うわー。一人やったと思ったけど、クロス組まれてた。このセンターは私です。後ろ切ってないですか？後ろ切ってるか？あ、すいません、そっちか。ごめんなさい。はい、全部の責任は私が負います。いや、大丈夫ですよ。別に。先ほど言ってた動画さえ上げてくれれば、もう全く問題のない話になる。いや、ごめんなさい、いらんこと言ったすわ。いや、階段側落とした気がしたんですけどね。音ね、ほんとわかんないですね。あれ、あの、何でしたっけ、難しい、あの、まるこちゃんのワイン持ってる人、何でしたっけ、名前、まるこちゃん、花輪くん、花輪くん、花尾くん花尾くん花尾くんも、あれだ、怪な気がした。花輪くんじゃないですよね。花輪くんは、花輪くん、花輪くん、なんて言った、花輪くんって言いましたね。丸尾くんだろ、それは。それ丸尾くんですね。花輪くんいいなぁ。爆弾を守れ。一応同じ県内の話なので。絶対妖怪ドローン、これ弱体が来るやろ。ん、なんかまた強くなったんですか。いや、あの、あれじゃないですか、次のシーズンから死亡してもあの使えるってなってるじゃないですか。え、そうなんですか。ドローンを、ああ、ドローンを、はいはい。ああ、でも TTS サーバーだけの話かと思ってました。いや、あれ、本当に使えるんだ。それで今は使えて、はい、で、ショックドローンも撃ち放題なんですけど。え、マジですか。はい。それがもう強すぎるってなってて。当たり前ですよね。来るのか、弱体化するのか。いや、さすがに弱体化しないのかな。しないか。いや、弱体化しないとやばいですよ。そうですよね。そんなんだって、誰が考えたらやばいじゃないですか。すげえな。そんなあるんだ。シグナル引っかかりましたね。なんかシグナルにずっと引っかかってます。こう固めないんだね。あ、もういますね、こっち。カット。どっから？ん？どこ？3階。3階か。あ、上か。
線が絡まってる。間に合わん。白海ラッペですね。そうですね。あとこっち来た。現地窓を殴ってます。はい。目の前かな。うわ、白海上下。上下はい。白海かきついな。キツネさん場所的にきついな。鳥場所きついなこれ。あ、プレミアム。俺やばい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 俺マジやばい。やばいっすね。ナイス。あ、危ねえ。あ、怖い。まだいますよ。まだいます。まだいる。まだいます。あ、はい、はい、あ、来た。やべえ、ごめんなさい。よしいやー、ごめんなさい。死ぬんだけど。わかったな。向こうの現地取られてる。ごめんなさい、取られちゃった。引け、無理。伏せろ。焦っちゃった。申し訳ない。後ろ来る。うまいっす。あと一人、列車から来ます。そんな一言に僕は救われた。めっちゃ歌ってる。いた。ありがとう。ますね。あー、惜しい。あー、好きですね。くそ、そっちじゃないか、ごめん。わー、濃い。どんまいっす。楽しい。でもフロスト楽しい。なんかいつもか変わってる。見たいと。ちょっと花君の家だと見つかんないな。花君の家だと探してた。今夜はプレミアムミッドナイト。もういないよ。ラジオみたいな。花君のあれで。さあ、でどうしようかな。なんかよくわかんないけど、めっちゃ聞いてた。で、まるこちゃんの花輪くんの親は何をしているんですか？あんなでかい家で、世話役が何人もいて、社長、政治家、学校の理事長ですか？回答。理事長。仕事の内容はわかりませんが、高須クリニック的な事業。そうなの？そうなの？いや、じゃあ、署名に、いや、失礼。関与してないって言い続けるんですか。あ、でもあれじゃないですか、どっちかっていうとあのゴールドマンサッ、いやでも割と私の剣なので笑い事じゃないですか。ああ、そうなんだ。入っちゃった。あ、ごめんなさい。失礼。敵部隊が爆弾を発見。交戦に備えろ。デバイス設置。よっと。いいね。EDD の準備完了。距離を取れ。邪魔を設置中。おお、やる。いや、いいショットガンですねこれ。青島さん、そこラペ気をつけてください。はい、分かってます。なんかラペって言ったね、今ね。あー、うそ、ミニじゃん、それ。もうミニじゃん、ジャッカルがラペってます。ミニでやりました、はい。もう本当にミリミリのミリでいられました。ミリミリのミリ、うん、悲しいです。泣いていいですか？いや、それ、うん、視聴率取れそう。泣いていいですか？泣いていいですか？上守ってくれてるのはでかいな。
そうですね。あの人うまい、ね。よし、じゃあ、キツネさんここにいるなら、うん、俺はもう。いやいやいや、待ってください。ミラマドのポジションですよ、ここ。いやいや、行きますよ、行きますよ。使ってください。いやいや、このショットガンで。俺はもう、下2人ともショットガンですからね。赤回。赤回、はい。見えてんだよな。あ、落ちたよ。アホや俺。マジでアホや。敵オペレーターは残り一人。そっちか。そっちか。上にいます。はい。スキャンで発見された。あー、つらい。おお、大丈夫っす。やってくれる、味方がやってくれる、この位置だ。はい。ええ、おお、なんで、なんでこいつ俺を見捨てたんや。目の前でやられてるっちゅう。見捨てた。あえて突っ込まなかったんですね。ただただ待ってますね。くそ。いやでも上に抑え込めたのはでかかった。そうですね、上で抑えてくれたのはすごいでかいですね。上で勝てるな、素晴らしい。迷子です。どこですか？3階か。3階です。3階か。3階ウェルカムかかんねえもんな。あるに使っとくか。入られたくはないだろ、あそこ。そうですね。やばい、食べ過ぎた。何を食べたんですか？砂肝を食べました。砂肝を、また渋いものを食べてますね。さんやん、食べてます。爆弾を確保しろ。砂肝をお腹いっぱい食べるってすごいですね。あ、でもその前のラーメンがいます、やっぱり。あー、ラーメンいいですね。明日からダイエットします。絶対にしないやつですよね。ダイエットは明日からですね。なるほど。あなたの明日はいつですかっていうやつですか？あー、やべえ、変わった。違いますね。完全に。すごい勢い。すごいですね、今。2発食らうかと思って。そうですね。俺のパンチで開けようかと思って近づいた。そうだ。2つ開くとは思わなかった。あれ？アーマー誰か来てない？あ、僕です。死にます。おっと、間に合うか。間に合ったけど、ちょっとそのまま下降りる。危ない。おっと、危ない。ん？どうやってんだ？さっきとつってきたよ。アッシュともう一匹なんかがとつってきたよ、さっきはね。2回走ってます。2回走ってますね。もう2回もいますね。あ、今あと1回。ここに、ここに。あ、上にもいる。3階にもいる。ここにもいる。3階にもいる。はい、見ます。はい。あの、落とし色のとこいないですか？落とし色のとこ。あ、おっと、あ、もう入ってるわ、中。ん？真ん中に、あ、うわ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 、マジ？マジか。どこから出てきたんだ？全然わからなかったな。くそ。これあれか、禁止名さえ使ってんのか。なんでお前そんなとこおるだ。そう。あ、全然気がつかなかったよ。どっかやられた、どっかから来たのかな。あー、不毛の地使ってやがる。あ、禁止名さえ。やられた。やられた。お殴ってしまった。ちゃんと考えて名さえ来てるわ。少なくともツイッチとアッシュと、このヒューズは。この拍手って何の意味があるの？拍手？そうですね、拍手があるんですよ。どういうことですか？5専用機能です。そう、プレイステーション5だと、
なんか拍手ができるんですよ。それはいいねです。届いてるんですかね、これ。ファイブ同士だったら。と、俺は思っています。へぇーとしか言えないですよね。わかんない。ということは食べるんですね。いやでも今日夜ご飯にラーメン食べたんですよ。あ、いつもラーメン食っとるやん。ラーメン2杯食べた。ラーメン2杯なかなかですね、それは。この間のラーメンもめっちゃ食べた。ラーメンと餃子と唐揚げ食べた。ね、それは外で、それとも中で作ってるんですか。あ、お店で食べに、友達と食べに行って、うんうんうん、今日はいいよねって言って、餃子とご飯と唐揚げとラーメン食べて。あ、王道のセットですね。さすが68キロ。最高です。デブやんデブやん。 68? あ、そんなないですよやめて。適当に言っただけですよ。いやいや、でもあのあれですよ、その身長によってはちょうどいいかもしれませんよ。なんか俺に近いような体重だけど。142センチ。いや、153だから。あ、そんなチビじゃないから。うちの妹と変わらない。やめて、本当に。しなくてさ、信用あるじゃん。もう、信じちゃうじゃん。やめて、本当に。ワンチャン、俺が、185センチの。あ、マジですか。いや、痩せすぎです、それだったら。やばい、それは細すぎる。うん、それは痩せすぎ。そしたら私、ルミさんと。やばい、やばい、痩せよう。いや、嘘だけど。腹立つ腹立つ。どっから嘘だ。そうだもんな。これで176だからな。185は嘘だよ。嘘なのかよ。170です。りょうくんが180だっけ。1だっけ。あ、間だ。ちょうど間だ、俺が。でっか、りょっちね、バスケやるぐらいだもんね。もうりょうくんと並ぶとね、ほんと、なんか、いやいやいや。そうか。でもそれがいいんじゃない。180以上のバスケか。いいな。羨ましい。俺もバスケだから。そうん、いや、あの、でも176しかないんで、あの、シューティングガードが中心だったんですよね。しかないんですって。170だったらもう。でもね、スリーポイントシューターなの。中入ったら負けるから、すぐ。当たりに弱い、あの何食べるの。ひりきのやつ。つなぎも食べるの。つなぎも食べるの。一個ちょうだい。スラムダンクの映画が楽しみなぐらいかな。うんうんうん。バスケ今見たことない。あ、ごめんなさい、働きます。はい、すいません。おっと、私健康診断あるんだよな、忘れてた。やったよ。なんかよくあのある検査前のなんか付け焼き場的なこのダイエットみたいな話ですか。やばい、本当に痩せようと思って。意味ない意味ない。じゃあその先だけ痩せればいいの。あとはもういいや。それがおかしいんだって。数字に残すだけじゃダメなんだ。ダメだよ、考えが。敵部隊が爆弾を見つけた。おい、残り5秒。あと2キロ落とせば。のみさんとかしろきちさんとかお嫁さんからなんて呼ばれてますか。恥ずかしいのであまり言えません。あ、くんづけですか。あ、危な。ぬっく。やっぱ呼び捨ての方がいいのかな。事件だよ。ミリで見てます、ボムを。ボムの部屋をミリで見ています。あの足跡を追うやつ。わあ、それやねんか。ダメだよな、ミリだ。足跡おじさん。りょうくん身長何センチ。メーター30。これは嘘。でっけ。
本当にだって180度、本当にふざけないで聞いていいんだけどねえ、早く動かるか。180でしょ。あ、やば、遠距離からのライフル攻撃か、これ。ナイス。あ、後ろ空いてよ。あ、くそ、ごめん、入った、カウンターのところ、ボムの。あ、この人死んじゃうな。ナイス、うめえ。これやばい、やりきてめっちゃ酸っぱい。これは何も残り10秒、残り5秒、敵部隊が1人残っている。私ナイス、私ナイス、おお、私ナイス、よいしょ。あ、誰か追加した？追加しました。あ、お疲れ様です。青島さんじゃん。お久しぶりです。半分寝てます眠い。いや、なんかめっちゃ疲れたリアリティのあるあのこう声が今いてます。眠いですね、本当に眠いです。いやー、青島さん本当体を休めてくださいよ。お仕事を変えてきたんですか？いや、うん、単純に、まあ、さっきは別のゲームだったんですけど。まあでも、ちょっとね、一週間長かったので。爆弾を守れ。長いっすよね、今ね。長いっすね。長いっすね。ワクチンがね。言ってくださいよ。どうでした？どうでした？あ、まだね、一発目だもんで、僕は、そうですね、一発目なので、二発目がね、あれとついていくんですけど、次6月1日に。気をつけてください。そうです、そうです。あの、気をつけて。もし撃つつもりだったら、特に女性の方気をつけてください。あ、なんかよく言いますよね。女性の方が副作用強いです。言わないけど。マスコミ言わないけど。いい加減情報公開した方がいいと思うけど。私の友達の看護師さん。はいはい。副作用がすごすぎて、会社の8割みんな、なんか寝込んでるとか言ってて。そういうのなんか言わないじゃないですか、テレビで。言わないんです。あの、ワクチンの会社から大量に金が回ってて、誰も言わない。はっきり言って、怖い世界です。闇すごい。闇すごいっす。マジすごいっす。まあ、1回目はね、なんとかなるんですけどね。2回目っすよね。あと、誰もこのワクチン、インフルエンザと同じ波のワクチンぐらいにしか言わないけど、違うから、全然。mRNA ワクチンの真の怖さ分かってねえから。まあね、誰も打ったことないですからね。突っ込んでる、うん、はい。もう赤ピンタッチが多いよ。設置してない？あ、気のせい。もう立てれるなら赤ピン、立てれるなら赤ピン。立ててる、これそっち行くよ。そっち行くよ。私のこのカメラやばくない？無意味なカメラ。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 無意味がない。何も見えない。あの階段のところもなんか投げようとしたところに投げれなかったでしょ。見てたぞ。本当は。近くなくて。本当は針のところに貼ろうと思ったけど、いろいろバレてる。そのまま通り越して、いろいろバレてる。取ってついて、で、ね、それをモンタに見られてて、すぐ壊されたの。いろいろバレてる。いろいろバレてる。いろいろバレてる。あのさ、しれっとなかったことにしてるんだからさ。いや俺はね、てっきり、ノラのバルキリーだと思って何も言わなかったけど。ノラじゃなかったんですよ。ちょっと申し訳ないけど、いや見当違いのところ投げてんな、こいつって思ったら違うだ。
しょうがないじゃん、わかんないんだからさ、とりあえず投げとけばいいかなと思ったんだ。大丈夫です、今度はあのね、あの注射打つ人なんでね。そうほらあのここにもリアルで注射打ってきた人一本いるんで、もうあのブーストかかってますよ。ブースト、もう一本打ったら多分ね、あの背中から翼が生えます。一本目打ってみた感想はどうですか。一本目打ってみた感想は別に、なんだろう、うん、そんなに今のところは辛くないですね。別にもう次が6月1日だから、もう2、まあ、18日間か。別にそこまでの高さは。はい。拒否してもいいですか？何ですか？え、フィンカしてもらうのを拒否してもいいですか？アドレナリンサーチ、拒否してもいいですか？まあね。自由ですからね。受けるのは。みんなが打って、はい、5年か10年経って治験が終わるぐらいに打ってもいいですか。それがね、一番いいですよ。あれは拒否ったら何かなるんですか。いや、特にないです。いや、別にないですよ。そのうち、ワクチンビジネスのやつらが、ワクチンパスポートっていうのを作って、打ってないやつを差別が始まります。なんでそんな詳しいですか、世界の裏事情に。世界の裏事情。世界の裏事情。世界の裏事情じゃないです。それが現実です。日本の裏事情になんか。裏じゃないですね。これ表です、ね。すごい。じゃあ。一応そこ気をつけよ。あ、はい。了解。じゃあ逃げます。どんなものかな。あ、ヒスネさんはね、かかってるからね。中央通路詰めるわ。で、俺、リークしたって言わないでくださいよ。これ放送してます。え、ヒスネさんはそっちの道の人なんですか。いや、その道ってどの道だろう。なんか、じゃの道は蛇みたいな言い方だけど。そうですね。あまり私的ではなく、公的な方の。政府関係の方で乗れないよ。何のことかな。いや、頑張って打ってくださいよ。頑張って打ってください。怖いよ。総理も打ってますから。痛くなかったって言ってましたから、ね、痛くなかった。うん、痛くはないですよ、それ。ただの筋肉注射ですからね。うん、ただの筋肉注射。なぜ筋肉注射なんでしょうね。別に薄いとこでもいいと思うんですけど。このワクチン、卵から作ってないんですよね。そうですね。みんな言わないよね、これね。言おう？不活性化、不活化ワクチンじゃないって。不活化じゃないですね。ね。なんで死んでる人がいるのか、なんで脳血栓になったりするのかっていうのをなんで言わないんだろうな。怖いぜ、マジ怖い。まあもうしょうがないですね。ちなみにここに聞いてる人のために言っときますけど、子供さんに打つのだけはちょっとやめといた方がいい。妊婦さんもダメ。妊婦さんもダメですね。うん、子供と妊婦はマジダメ。子供は今のところ打つ予定は、うん、16歳以上じゃないと厳しい。私も打つ気はないです。だってなんか、ちょっと怖いかな。キツネさん、後ろにいない、うん、これ。あ、後ろじゃないか。詰めてる、詰めてる。決め打ちもできないし。いやー。え、なんで全部食べたの。お。あ、食べたの。キツネさんが死体打ちされているぞ。いや、いいよ。いや、いいよ。別にいい。本当に。その代わり俺がワクチン打ってやるから。ね、優先的に接種させてあげるよ。どれがいい？二度と起き上がれねえワクチン打ってやろうか。どれがいい？ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ？怖いんだけど、なんか、あれ見たら、いないそういう人、エペックスになんか。いなかったっけ、そういう人。あ、やばいですね。これ炎上しますよ。放送してたら。俺いろんなところから多分チェックされるわ、それ。まあ、アストラゼネカよりはまだな。いや、でもあれですからね。実質、その、表に、ね、出てないだけで、ファイザーも結構、うん。ね。まあ、隠蔽したらいいんですけど。そうなん隠蔽しましょう。そういう世の中なの？なんかこ
怖いんです。大丈夫です、大丈夫です。因果関係ありませんから。でもさ、なんか因果関係ありませんもん。思ったのは確かにさ、あのワクチン、ワクチンって言ってる割にはさ、ワクチン打て打てって国が言ってる割には、なんでワクチンあげるんだろうと思って。え？なんか台湾にワクチンあげるって。ああ、貸し作るためですけど、あの、そんなに人体実験やってほしいんだったらどうぞっていうことじゃないですかね。ネズミさんに、ネズミイランドやろうっていうことでしょ、多分。結局なんかそういうことなのかな、裏があんのかなってずっと思ってたけど、打て打てって言ってるのにあげるって。まあ、あの、中国が妨害してるんでね、あの、貸し作るためっていうのもありますけどね。まあ、台湾とは寄っておこうっていう。うん、え、てか、そもそも、コロナが出たのに、関して。え？基本的にですね、基本的に、あの、なんていうんですかね、この、ウイルスとワクチンは、あの、矛と盾なんで、セットで兵器ですから。ああ、いや、バイオハザードみたいな話言ってますけど。まあ、そう。まあなあ。まあ、一位の市民は打つしかないんですよ。あのねえ、まあそっちの従事者の人は仕方ない。職場上の立場があるからね。そうですよ。打たないわけにいかないですよ。打たないわけにいかないんだよね。だってこっちが打てって言ってたからね。それでも拒否するに拒否してるからね。やべえやつ。まあそうですね。個人開業員なんてめっちゃ拒否してるけどね。自分とこの従業員にも打たさねえとかね。徹底してるやつだけど。挙句の果てにそれ啓発するために動画作ってるやつもいるもんな。いろいろいますね。縛られてない人はね、いるんだけど。まあ、打ってないってだけでお客さん来てこれなくなっちゃうとね、困るもんね。そうなんですよね。あとあと責任問題がね、あるからね。そうですね。どっからどこまで暴露してるんですか、これ。この大会。この大会の、暴露大会の、あの。何も言えないです、それは。頭抜けんか。あ、どこ？どこにいたの？あ、そうか。まだ跳ね上がりとか改善してない。茶室のね、英語の近くで、ね、ずっといる、ここ、なんか、茶室の例の、あ、ここにいます。出する。あ、イケイケしてる。待って待って、この辺とかマジで耳痛い。本当に新しいヘッドホンなんですか？あ、古いんです、古いってか、あ、安いやつなんですよ。あ、あの、旦那ちゃんが使ってるやつが、差があるんですね。味方オペレーターは残り6人だ。陰キャしとんな。うわ、やる。はい。お迎えに上がります。これは青島さんのために終わりましたから、ね。そう。ありがとう。ありがとう。そういうこと。もう本気出したら勝ったんですけどね。負けたんですね。やばい、青島さん、青島さん、はい、ロックダウンして、はい、なんだろう、お金吸って国民にばらまいてあげたら、はい、全て良くなるって言ってあげてください。まあ、ロックダウンが一番早いですよね。誰も責任取れないもん全然できないですけどね。誰かあの日本の国会っていう、まあ、なんかすごいお偉いさんのところにMMT の理論をこうぶち込みに行ってください。私が総理大臣になればいいのか。そうですよ。そうですよ。解決しました。問題が解決しました。はあ、すっきりした。もうじき選挙もあるんで、どうぞ。そうですね。ロミさんあれでいいよ。あの副総理的な、あの、ああいいですね。ロミさん副総理にしてあげるよ。いいですね。あげる。副総理だったっけ。副総理ってなんだ。官房長官だ。そう、官房長官だ。官房長官ですね。
僕表舞台に出ないんで、あのなんかあの総理のアドバイザー的なところのポジションぐらいでいいですわ。いやもう元々公の方にいらっしゃるんですから。キツネさんで裏方で。裏方で。やったー。青島さん私の秘書で。でもあれでしょ、ロックダウンかかってるのに、あの焼肉とかみんなで行って怒られるんでしょ。そうですね、怒られるんですね。いや、焼肉じゃないですよ、ラーメンですよ、ラーメン。ああ、そう、ラーメン、ラーメン、ラーメン。それは一応。ラーメンの祝日を作ります。ねえ。ラーメンの祝日。いいじゃないですか、経済効果ありそうですね。ラーメン屋になるかな。いいと思います。いろんなところがラーメン屋になりますね。そこだけマイナポイント10割増しにしたらいいんですね。マイナポイントなかい。はい。でも頑張ってみんなあのマイナポイントしました？やってないですね。いや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 、ちゃんとあの作ってあげてくださいよ。何のためにあの天下り先を作ったと思ってるんですか？マイナンバーカードのメリットは何ですか？え、マイナンバーカードのメリットですか？アメリカの社会保障番号みたいなもんなんですけど、ぶっちゃけ、あの、天下り先、いや、じゃなくてごめんなさい、行政のですね、改革のためにやっています。効率的な。そうですね。マスコミ向けの方でいいですか？それとも本当の方でいいですか？難しい。全員一人一人に番号を割り振って国が牛耳るんだよ。俺らの行動を。そうなんだ、怖いよね。きっとマイクロチップを埋められるんだけど。いや、大丈夫です、大丈夫です。マイナンバーカードではやってないです。ちょっとワクチンに入れてあるだけですから。ナノマシンで。あれは本当なんですか？政府の人がその個人の携帯のなんか情報を見れるみたいな、なんか。個人の情報、情報管理。まあでも、あまり日本だとないかな。あるんだ、でも。あるところはあるんです。まあやろうと思えばできますよ。中国はできますしね。中国やってます。あ、どうしたの？誰か抜けたの？どうしたの？あれ、なんで抜けた？あれ、てか俺は回線か？俺のアマルを見てたな。いや、私のフィンカを見てたな。こいつら嫁るぞっていう話で。そうですね。俺もはや何使うか分かんなくなっちゃって、もうほっといたら相手になってしまった。いいと思います。突感余計に出るじゃないですか。そうですね。相手のでつかめんだけどな。実際とつるのは俺だけだというのに。あ、とサポートジャッカーさんがしてくれようとします。プレミアムミッドナイト。プレミアムミッドナイトさん。英語やめたよ。ゴルニカ。うん。すごい。素晴らしい。すごい。夜だねってこと？そうね、特別な深夜。特別な夜。特別な夜。まあ、金曜の夜ですから。すごい深夜。今ですね。うん、そうね、今ぐらいの、今ぐらいのイメージですね。え、なんかこれあれですか？口説き文句のなんか一部じゃないですよね。まあでも、なんかそういうこと言いますかな、ね。今日は、より一層プレミアムミッドナイトだねみたいな。より一層より一層プレミアムミッドナイト。いすいません、これ著作権なかったら今度どっかで使ってもいいですか？より一層プレミアムミッドナイト。伝わらないんだけどそれ。伝わってない。何がより一層なのか。今夜は君と僕のプレミアムミッドナイト。どういうこと？あ、そうだ、あ、そうですか。出せ。